ジャンリューカ・ブラン・ビッラは、イタリア、ベルダーの出身の自転車競技選手。2010年、イタリア国内レースでの活躍が評価され、コルナゴ CSF イノックスにて、プロ入り。ネオプロながら、コッパ・パパ・カルロで優勝。2011年、ジロでイタリア第18ステージでステージ4位。山岳賞でも4位に入った。2012年、ジロでイタリア第7ステージで10位。 第8ステージでは7位に入った。総合でも13位に入り、ユースライダー賞3位。2013年、オメガファーマークイックステップと3年契約を結び移籍。しかし、ジロでイタリアではこの年は、特に目立った結果を残せなかった。2014年、ブエルター・エスパーニャ第16ステージでは逃げグループに、ノルが、イワン・ロフニーと走りながら、殴り合いの喧嘩になり失格処分を受ける。 2016年、ストラーデビアンケでは残り 8km で、ズデネクシティバルのアシストとして、ファビアン・カンチェラーラとペーター・アサガンに、懸命のアタックを仕掛けたが、惜しくも、王者、カンチェラーラにはかなわなかった。ジロでイタリア第8ステージでは得意とするミホソーロの、急勾配で独走を開始し、見事キャリア最大の勝利を収め、本人も想定していなかったマリア・ローザを獲得した。 ウエルター・エスパーニャでは、スタート直後の逃げグループに乗り、残り 1.6km まで、ナイロ・キンタナと、アルベルト・コンタドールと強調して、逃げ切りを濃厚にし、ペースアップをした、キンタナに唯一最後まで砕いて最後は、キンタナを振り切って、ステージ優勝を手にした。2017年、ツールド・フランスに初出場。2018年、トレック・セガ・フレード・ニー席。ありがとうございます。